コンハチ、ハチレイセキュアの水時計が動き出したよ。さあ、今回は、ジャンタマをプレイしていこうかなと思います。以前、パソコンじゃないや、アプリとかだとやってはいたんだけど、まあ、しばらく離れてしまったのでね、新規一点また、パソコンの方で最初からやっていこうかなと思います。まあ、団員戦の銅の間の、4人飛んでいこうかな。本当の初戦ですね。やっていきましょう。さあ、どういう人かっていうとちょっと、あれだけど、どういう手が来るだろうね。いやー、しょっぱな、1位になりたいな。やっぱね、やるからには1位を目指したいですよ。はい。では、勝負ということで。おお、おお、なるほど。自分が親から始まりますね。で、E1 があるので、リャン1がドラですね。とりあえずそうな、自敗が揃ってきてはいるけど、ナンはいらないな。自分の風でも、場の風でもないからね、基本いらないんだけど、でも、いいね。何泊つきものとは言うし、ちょっと持ってよっか。あとは、ここで次、マンズが来るようであれば、マンズを揃えたいな。ピンズは、今のところいらないかもしれない。さあ、あ、いいの引いたね。ここはちょっと数ピンを切っておこう。ナンはもういらないですね。あとは白多分、お、マジか。ここでローン来ますか。ペイの自敗とドラ1個。おー、やっぱマンズで揃えてたか。あれま、自分は振ってはないけど、親流れたな。じゃあ、次も行きましょう。またナンが揃ってんね。ナンバじゃないんだけど、ナンが揃うな。ナンは俺最後じゃないといらないんだよな。いや、ここは一旦スキップで。はい。今回は3万がドラですね。頭の、あれも結構あるから、ナンは安全牌で持ってよっか。さあ、トンは泣かれた。で、そう、今ね、こう、相手の名前とかで、あれ?確か二階堂ミキってキャラクターの名前じゃなかったっけ?と思ったらね、すっかり忘れてました。私、配信者モードにしてたので、お相手の方の名前がわからなくなってるんですね。あ、すっかり忘れてたと思って。あれ?俺 CPU と戦ってるかなと思ったけど、そんなことはなかったです。はい。では、ナンを捨てて、あ、トンシロー。あートンシロね、どうだろうな、それ以降持ってんのかな。ハツとチュンとかどうなんだろうね。これでハツチュン持ってたらだいぶ相手手高いけどね。トン、だねえ、ハツチュン持ってたら大三元だし、トンも絡んで小数詞だっけ、大数詞だっけ、小数詞か。多分ないとは思うんだが、チュンは1枚切れてるし。あ、俺か、俺か。誰だ考えてんのと思ったら俺でしたね。失礼いたしました。少々面倒なので。あれ?え、マジで?シャアある?ああ、短期はわからん。短期はシャで待てとは言うけども。それはわからんぞ、お主。ああ、短期は射で待てた。確かに言うけど、言うけども。で、しかも今ペイ来るのかよ。今ペイ来んの?しかも、あんこってるし。どうすっかな、これ。1球あるし、ペイ揃ってるし、端配で揃えるかな。おっと、マジか、親で積もられた。また。あ、ちゃんと。ちゃんとじゃん、チートい。
はあ、ちいとい初短期は、どうなんだそれ。積もったからいいとして。やばいぞ。ここで親で積もられるのはな、ちょっとまずいな。一気に差がちょっと開きましたね。3万8000。対する俺は1万9000。ちゃんとイーペイコあたりにしようかなと思ったけど、これは関しておこう。いいの来たね、いいの来たね。関数、あ、フリテンだ。やばい、フリテンだ。どうしよう。とりあえず。え、待て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 。違う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 。間違えた間違えた。間違えた間違えた。おぉ。どうにか、どうにか生きの、いき、どうにか生き延びた。けど、積んだ。ははは。うわぁ、やばいな。今のは結構やらかしが入ったな。満貫いってるし。ここで最後満貫はきついで。しかもよりによって親に振るんだもんな。あ、俺、どうしようこれ。ビリ濃厚じゃねえか。ピンズをどうにかしたい。あ、これロンだったんだ。あー、うまいことやってね、トイトイ。待ってれば結構高いって言ったんじゃねえか？さあ、ここで2位と3位が入れ替わり、1位は不動の51,900。さあ、オーラスでございます。まずいな、俺、マンガン2が100万やんねえと勝てねえんじゃねえか？これ。ねえ、100万やらないと勝てないレベルに来てる気がする。ちょうど、スーソも、ごめんなさいね。んなことあります？ここに来てツモですか？マジで？俺さらに減ってくんだが？これは生き延びたと思っていいのだろうか？ 今のは生き延びたと思っていいのだろうか、私。3、4来ると、こう来た。こう来たか。じゃあ、短期ってのもありだけどな。怖いから、怖いから安全いきます。3ピンで。意外、チートイになったな。もうこれで、競り負けるようだったらもう仕方ないっす。チートイ、ドラさん。直で。俺じゃなかった。俺じゃなかった。2を使ってて5で上がるか。すげえな。さあ、ここに来て親というか1位が少し下がり気味だね。難しいな。難しいな。あー、マジか。マジか。ちょっとこれは良くないな。イーソがすごい邪魔。イーソがすごい邪魔。あれだとリーチだけになっちゃうし、せめて、スーソが来てこう、1を捨てて、単ヤオにはしたい。本当だったらあれで、上がれんだけどな。本当だったら今の3ピンで上がれるんだけどな。一発やったら出てくるかな。なかなか来ねえな。まだあと20杯ぐらいはあるから、まだ伸ばそう。さあ、場に、3ピンが2枚は出ているので、あ、また？すごいな。しかも赤ドラで上がったね。ここに来て2位の追い上げがすごいぞ。一方で俺との差は開くばかりだが。ああ、いいの来た。いいの来たな、これ。ここは、一応67捨てよう。で、多分これ流れだと、5が来てくれれば、5万が来てくれれば、345で初頭にはできるんだけ、頭待ちできるんだけど、来た。来た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 。あ、いいの引いた、いいの引いた。345で、
いいの来たわこれ。あとはハツが来てくれれば 2とハツの頭にできるし、ね、2が来れば、おお、来た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 、ほーら見ましたか皆さん、見ましたか皆さん、いいのが来ましたよこれ。さあここはもう2とハツのね、シャボ待ち行きましょう。これいいよ、これいいの来たよ。最後言った通りのが来たからね。いやーもう困っちゃうな、先読みすぎて困っちゃうなとかそんなこと言ってる。はい、来ました、初の論でございます、初の論でございますよ皆さん。竜王の加護いただきました。ご飯、まあ、裏つかなかったけど8000でちょい見返したけど変わんないね。あまりにそれより前が負けすぎてたから変わんなかったですね。はい、ということで対戦ありがとうございました。1回戦目は、4位どうにか最後1勝したけど変わらず4位ということで、はい、なかなかのスタートです。はい、ということで今回は1戦だけね、まあ、やってみてというところだったので今回ちょっと1戦だけにします。じゃあここまで見てくれてありがとうございました。また動画他のも見てくれると嬉しいです。それじゃあお疲れー。